の演奏です。27枚目シングル When Fingers Crossed の初回賞限定版タイプ A からタイプ D の CD についてくる全国イベント参加券をスペシャルプレゼント応募券のイベントが決定したんで確認していきたいと思います。まずは1枚で応募できる全国イベント参加券限定オンラインミート&グリート個別トーク会なんですけど、これはフォーチュンミュージックのやつとは全く別物で CD についてくるそのイベント券だけで応募できるミーグリですね。でこのミーグリの開催日程なんですけども、全部で3日間あって、2021年6月20日、2021年7月10日、2021年7月31日と、それぞれ6月20日は第1次の応募で受付締め切り、7月10日に関しては2時で応募締め切り、7月31日のに関しては3時で応募締め切りっていう感じで、だから6月20日なんでね、第2時まで応募を受け付けてたら、もうだって発売から10日しかないから、ミーグリまで間に合わないんで、とにかくこれもう応募するよって人は、まあ悩んでたらあれですけど、第1時で基本的に行っちゃうのがいいと思います。応募期間なんですけど、今回応募期間に加えて応募者保証期間っていうのもあって、これ何かっていうと、その普通のね応募期間の中で1回応募しましたと、で落選したんだけども、もう1回チャンスあるよっていうことです。その同じ CR コードでもう一度応募ができるよっていう期間のことで、キャンセルが出たらキャンセルが出ることってあるのかそもそも分かんないけど、まあ、そういう保証期間っていうのもあるんで、まあ、1回落選したとしてももう1回一応チャンスはあるっていうことみたいです。それを踏まえた上で、第1次応募の期間が2021年6月9日も発売日ですねの10時から2021年の6月10日23時59分で、当選発表の方がその翌日の6月11日2021年の6月11日予定となっていて、応募者保証期間、第1次の応募者保証期間の方が2021年6月14日の10時から2021年6月15日の23時59分で、その登録発表がまた翌日じゃない2日後だわ、こっちは2日後です。2021年の6月17日予定となってます。第2次の方が2021年6月21日の10時から2021年6月22日の23時59分までとなっていて、当選発表が2021年の6月24日予定で、この第2次の応募者保証期間が2021年6月28日の10時から2021年6月29日の23時59分で、その応募者保証期間の登録発表が2021年4月1日予定となっていて、第3次の応募期間が2021年4月5日10時から2021年7月6日の23時59分で、その登録発表が2021年4月8日予定と、でその第3次の応募者保証期間が2021年4月12日の10時から2021年4月13日の23時59分で、その登録発表が2021年の7月15日予定です。それぞれ第1次から第3次まで応募期間っていうのが、まあ、ほど1日ぐらいっていうめちゃめちゃ短いんで、皆さん忘れることないようにしっかり確認してもらって、僕も前回26枚目シングルの時応募し忘れちゃって、もう絶望、もう顔がね真っ白に、いやもう真っ青、いやもう青くなってたもんね、青か肌が青くなってたぐらいね絶望したんで、今回はね気をつけたいと思ってるんですけど、皆さんも気をつけてください。でこのミークリのメンバー参加スケジュールは全部でこんな感じになっていて、まあ、それぞれ日程によって違ってきたりとか、まあ、2人で1セットのところもあるんですけど、個人的には6月20日のたまちゃんとじゅんな、僕推したまちゃん推しなんで、その推しと卒業するじゅんなのペア激アツだし、7月10日に関してもキーちゃんタマちゃんとかいう最高のペアで、7月31日も推しのタマちゃんと卒業するミリアっていうペア、個人的にこのあたりがね激アツなんですけど、ぜひね皆さん自分の好きなメンバー、好きなところに応募してください。はい、次3枚で応募できる全国イベント参加券限定オンラインサイン会ということで、まあ、なかなか3枚はね僕からしたらきついんですけど、まあ、それだけ価値のあるイベントということで、開催日程が2021年の7月31日、ただ松村さゆりに関しては卒業もあるので6月20日にこのオンラインサイン会開催されます。開催時間は19時から20時で、当選数が各メンバーにつき20名様っていうねことで、これもなかなかさ、3枚だから応募する人少ないとかそんなことはないわけよ。3枚でも全然もう数十万個ですねの人が応募するから、このオンラインサイン会とか、まあ、他のもそうだけど当たったら奇跡よ。でまあこのオンラインサイン会の応募期間なんですけど、全部で第6時まであって、でまあね、これ第6時まであるからまだいいやとか思ってたら過ぎてるからね、過ぎてるから、もうこれも第1次でもう決まってる人は応募しちゃうのが一番いいです。はい、次応募券1枚で応募できる全国イベント参加券限定27枚目シングルごめんねフィンガーズクロスト発売記念ミニライブ生配信ということで、これは抽選制じゃなくて応募したら絶対当たる、もう確定 100% 当たんなかったら逆にやばい、当たんない人なんていません、絶対当たる、絶対に見れる。このミニライブ生配信何種類かあって、まず
初の生配信のミニライブですね、が開催日程2021年8月17日で、時間が19時から20時で、2つ目が見逃し配信ですね、まあ見れなかった人だったりとか、もう一回見た人のための見逃し配信で、開催日程が2021年の8月18日時間が21時から22時3つ目がメンバーの解説付き配信、これが2021年の8月19日で時間が21時から22時ということで、この3つ全部1枚で見れるわけではなく、それぞれ1枚必要なんで、全部見たいんだったら3枚、必要になってくるんで、そこ注意してください。応募期間が2021年の6月9日10時から2021年7月25日の23時59分これもね、あ、まだ6月だし、で7月25日まであるし、まだいっか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 、7月26日ってなってるからね、ミニライブ見るぞってもう決まってる人は6月9日に応募しちゃうのが、んー、これもマジでいいっす。はい、次スペシャルグッズ、これ何種類かあってで、その枚数によって違ってくるんですけど、応募券1枚で応募できるのが、生写真 B2 サイズ、メイン告知ポスター B2 サイズ、特製ソロポスター B2 サイズ、ジャケット写真、絵柄ポスターの、それぞれね、当選人数とかも違ってきます。で、2枚、応募券2枚で応募できるのが、直筆サイン入り生写真、これは各メンバーにつき10名ということでね、応募期間は2021年6月9日の10時から2021年4月25日の23時59分まで。これもね、言うの4回目ぐらいなんだけどね、この動画内ですでに4回ぐらいなんだけど、もうすぐね、6月9日は、6月9日に CD 買うかは人それぞれだけど、人 CD 買ったら、まず生写真見るんじゃない ?No! 応募券取り出して、シリアルコード見て、まず応募してから生写真見るとかね、まあ、そういう風に、したらね、忘れないんじゃないかなということで、でもこのグッズに関しては、当選発表とかなくて、グッズが届いたら当たっただし、届かなかったら、それ、ああ、僕は外れたものなんだなって思ってください。はい、そんな感じで結構たくさん種類あるんで、迷う人、悩む人いると思うんですけど、僕のおすすめは絶対これはおすすめっていうのは、やっぱミニライブですね。せっかく CD 買って応募券あるんだったら、やっぱり何かしらあったら嬉しいじゃないですか、その応募券で。応募して何かしらあった方が嬉しいと思うんで、この絶対に応募した人が全員、当選の全員見れるミニライブっていうのはめちゃめちゃいいし、単純にそのミニライブ26枚目シングルの時僕見たんですけど、27枚目シングルのミニライブだから当たり前なんですけど、27枚目シングルの曲ほぼ全部やってくれる、まあ、今回に関してはマチューはね卒業した後なんで、左右レディーはどうか分かんないけど、ほぼ全部やってくれるし、本当抽選にしてもいいぐらいのクオリティだと思ったんで、これマジでいいっすね。迷ったらまずこのミニライブに応募しとけば間違いないと僕は思います。そんなこと言ってもね、皆さんの好きに応募するのが一番いいですから、好きなところに応募しちゃってくださいということで、今回これで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価とフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。